ちは。今日はまた勝手にバイクチェックってことで、初めてかもしれないですね、リーダー725のバイクチェックします。まあ、よくねブログとかではうちはやっぱリーダーどんどんこう出していってるんですけど、動画でこう紹介するのは少ないかなと思いまして、で、まあ、入荷もあってオーダーもあっていろんな車体を組ませてもらってるわけなんですけども、その中でもまあこの完成車っていうのがねリーダーの中にはどのモデルもあるんですよね。その中でも今回オーダーいただいたやつは結構カスタムしてる方かなっていうところで、で、まあ、パッと見完成車っぽいじゃんって思う人もいるかもしれないんですけど、まあまあまあそこはちょっとずつ紹介していこうかなと思います。はい、まずリーダー725、まあ、この725はリーダーの中では一番歴史が長いというかずっと出てるモデルなんですよね。特徴としてはエアロフレームでここがクイッてなってて、これなんかなんていうんですか、ホイールがもっとこう食い込む見た目をしてるやつで、トップチューブが長いのが特徴的なフレームなんですよね。でそれの今回お客さんが選んだのがホワイト、これの他に、マットブラックももちろんありますし、あと後ろにも今ね組途中の725があるんですけど、シーホームグリーンっていうやつもあります。意外とカラー豊富なのも725のメリットというかいい点かなと思います。はい、でパーツ紹介やっていくと、ベース完成車はまあ完成車でスタートしてるんですけど、725とかだとホイールとか、これホイールカスタムしてるし、ハンドルカスタムしてるし、クランクカスタムしてるんですけど、ホイールカスタムしますってなった時に下取りって言って、最初についてるホイールを値引きできますよっていう、まあそれ値引き額とかそういうのはまた買う時ご相談っていうよりは聞いてもらえればいいなと思うんですけど、を活用して今回その完成車のホイールではなく手組みホイール前後にやってます。でこの手組みホイールはフロントもリアもフィルットのハブ、まあ、値上がりしますよって言われる前にもう注文いただいてたやつですね。フィルットのレッド入れてます。でリムがベロシティのクイル、ワイドリムかつしっかり剛性保たれた、でそれなりに軽いっていう、まあ、僕も結構おすすめしてるリムの一つですね。で組んだホイールを前後に入れてます。正直そのね見た目が派手さとかそういうのはないかもしれないですけど、まあ、よく言うクロート感的な感じかもしれないですね。しっかり長く使っていってもらえるホイールセットかなと思ってます。で今回はそれを赤を差し色に考えてますので、まあ、その視点からちょっと見えるところで言えば、多分ハンドルのここエンドキャップ、これも赤色ポンツで入れてたり、でハンドルはニトの B840AA っていうアルミのマットブラックのライザーハンドルですね。結構ニト製品ってグロスブラック、いわゆるツヤありハンドル多かったりするんですけど、そのラインの中でも被ることなくて、リーダーとの相性いいんですよね。こうやってリーダーフォークマットだったり、まあ、この辺カーボンだったりする中 でステムもマットなんで、その相性がいいハンドル、そしてこの84まで入れてます。はい、でクランクも725は最初からリーダーが出してる純正のダイレクトクランクついてるんですけど、やっぱりそのメーカーさん、ミケ、今回はミケなんですけど、ミケとかそういうところにはやっぱ硬さだとかそういうところ劣るんですよね。なのでもう足回りもバチッと、で黒じゃなくてシルバーのミケの 2.0 っていう、でアームはシルバーだけどここは黒なんですよね。最初からこれがこの仕様です。でこの画角だとちょっと見づらいですけど、この幅
タグとかのカラーと合わせてここの BB もカスタムしててフィルのレッド入ってます。あのミケはシマノのフォローテックっていう企画に準じてるのでフィルのフォローテック使います。まあ、ここはねちょっと工夫してつけたりする、まあ、それはお店さんの問題なんですけどできるんでおすすめです。カラーものをパチッと入れたい人とかにはねミケのクランクの時はフィルの BB 入れれるんだって思っておいてもらえばいいかなと思います。はい。で、まあさっき言ったホイールがフィルハブがフィルってことで、まあ、コブもフィルにしてます。ミケがね最初50兆がついてくるんでちょっと波数もこっち18兆してます。あんま重くなりすぎないようにしてます。でタイヤとかは完成車今の、リーダーって完成車のタイヤこのグッドイヤーのイーグル F1 ってのが最初からついてくるんですよ。725、73だいぶお得です。1本7000円しますからね。そういういいやつがついてくるんでそれはもう活用してます。まあここからどんどん乗っていってもらえたらなっていう形で、はい、でこれもまたこっちの画角だと難しいですけどリーダー変わりましてインターナルケーブル中同士になってるんですね。ブレーキがなのでここはなんかこうバンドとかで止めてないんですよ。今そこからこっちが映ってるか分かんないですけど中通ってる仕様になってます。なんでスッキリするという感じですね、はい。でまあ、ペダルとかもここ三ヶ島のホールこれもう超人気ですね。ブラックであろうとシルバーであろうと入れば出ていく本当にいいペダルだと思いますっていう感じで完成車から始まってるけどまあうまいこと仕組みを活用してホイールカスタムしましたよっていう車体かつまあリーダーなんだけどいつも紹介するバトンとディープホイールとかじゃなくこうちょっと手組みで末永く使ってもらえそうなホイールクランク、まあ、BB とか合成重視というかねそういう組み合わせの今回は車体紹介でした。まあこういう組み方もありかなと思います。はい。まあこの後はね、後ろの725シーホームグリーンもありますので、そこら辺も、またブログとかでは紹介するかな。結構似た組み合わせではあるんですけどね。っていう形です。はい。まあリーダーの紹介あんま今までしてこなかったですけど。リーダー乗ってる人もねうちのお客さんと多いので参考にはなるかなと。特に手組みとか考える人はいいかもしれないですね。リーダー黒白がメインなんで差し色映えます、はい、っていう形の動画です。ではまた。